シリーズは月をまたぎまして今日から12月年末グランプリへとつながりますハイグレードな攻防です。 G1 尼崎センプルカップ開設65周年記念2日目のメインカードは第12レース2つ目のドリーム戦ということになります。6選手揃った飛び出しを見せました。どうやらすんなりとコースは固まりそうで1、2、3、4、5、6と分かれていきます。地元兵庫魚谷智之がこのレースは絶好枠での登場ということになります。その魚谷智之のここインコース戦2号艇の辻映像がこの外に構えての2コース戦です。初日は2着2本と好調ら滑り出しを見せた2号艇の辻、そして3号艇の田村貴信がセンター3コースの進入になります。こちらも初日好発進ですがさらなる上積みを求めて今日は本体整備リング交換を施しての登場となった3号艇田村、4号艇田中慎一郎、この外側に続いて角1ということになります。5号艇の森高一馬が5コースの1、その外に回っては6号艇の丸岡正則、スロー3艇ダッシュ3艇と分かれます。角を取ったのは4号艇田中、インに構えたのが1号艇の魚谷です。スタートラインに対しましては緩やかな斜め向かい風、風速2メーター前後の状況。最終サイル内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート3秒前スタートしました。好スタートを決めてきたのはセンターアウトから3号艇、4号艇、5号艇ですが、インから1号艇の魚谷が先に回る、そして2コース2号艇の辻が刺して3号艇握っていくのは田村、内をつくのは4号艇、6号艇でバックセッチ入りまして先頭は1号艇、陰線こらえました魚谷智之です。4号艇の田中慎一郎が2番手、外には3号艇の田村、その内側からは5号艇の森高。スタート正常でした。2マークへ入って先頭1号艇の魚谷、2番手争いは5号艇の森高、内をくるっと運ぶ、4号艇握ってかわす田中、しかしちょっと流れた、その内をついたのは3号艇の田村貴信で、上位体系は1番3番1番体系、3番手に4号艇田中慎一郎、レースは2周目と移ります。2周の1マークを先頭でクリアは1号艇の魚谷智之、2番手からは3号艇の田村貴信で、3番手に4号艇の田中慎一郎、上位3艇は1、3、4、4番手に6号艇丸岡、外から2号艇の辻、最後方5号艇森高となっております。センターアウト0台の踏み込みを見せてきましたが、インコースも負けじとこちら0台の踏み込みでしょうか。見事なスタート、1番を踏ん張ったのは1号艇の魚谷智之、2番手から追走は3号艇の田村貴信となっております。そして3番手には4号艇0台前半の好ダッシュを決めていきましたが田中慎一郎、上位体系は1、3、4、最終周回の1マークを迎えます。人気に応えるイン逃走ということになったのは1号艇地元の魚谷智之です。3号艇の田村貴信が2番手を追走で、3番手に4号艇田中慎一郎、上位3艇は1番3番4番ラストマークの旋回です。1号艇の魚谷が先頭、今最終マークの旋回からホーム設置、3号艇の田村が2番手、3番手に4号艇田中、上位3艇は1番3番4番です。先頭1番の魚谷五輪、2着3番田村五輪、3着4番の田中五輪、6番2番五輪、ラスト5番の森高五輪、以上尼崎第12レースでした。